キプロス紛争はギリシャ系住民とトルコ系住民の対立により1955年からキプロスで継続している紛争。北キプロスと南キプロスを分断する箇所に立つ無許可撮影禁止の看板キプロスは紀元前1600年頃から地中海、公益都市として発展する。それ以降ギリシャ人が多く居住していた。その後1571年に オスマン帝国に占領されるとトルコ人が流入した。1821年に起きたギリシャ独立戦争で、キプロスはギリシャ側で参戦した。ロト戦争の講和条約であるサンステファの条約、締結後の1878年5月25日、イギリスはオスマン帝国に大ロ防衛同盟を提案し、6月4日にに過剰からなる秘密協定1が結ばれた。 この協定により、イギリスは、ロシア帝国のオスマン帝国アジア領侵略時に、オスマン帝国と共に、武力で対抗し、見返りとして、オスマン帝国はイギリスへのキプロス島の一時的譲渡に同意した。一方で、イギリスは、ロト戦争後に生じた状況を自国に有利なように調整するため、5月30日に、ロシア帝国とも秘密協定を結んでいた。しかし、ベルリン会議において、 秘密協定が暴露されたため、7月1日に、イギリスの働きかけで5箇条からなる追加協定が結ばれた。この協定により、ロシア帝国がカルス及び東アナトリアの占領地をオスマン帝国に返還した場合に、イギリスがキプロス島をオスマン帝国に返還すること、キプロス島毎年の税収から、統治費用を控除した余剰収入22,936消せを、イギリスが オスマン帝国に支払うことなどが取り決められた。その後、7月7日にキプロス島の統治権をイギリスに移管する胸の直令が発布され、7月12日にイギリス軍がキプロス島に上陸した。7月15日の協定批准書の交換式で、イスタンブール駐在イギリス大使ヘンリー・レイヤードは、オスマン帝国スルタン・アブデュルファミト2世に対し、 キプロス島におけるスルタンの権利と権限に制限が加えられることのない胸の制約書を施行した1879年オスマンテそこでイギリスは1855年保障交際が他のすべての交際に対して優先権を持つこと従って同交際保有者こそがキプロス余剰収入に対する選手権を持つことを主張1881年8月に その戦友を通告。それからのキープロスと余剰収入は、イングランド銀行に送金されて、債権者への利払い、償還に充当されることとなった。1879年11月に、オスマン帝国は内国債を保有する、ガラタ銀行家と協定して、外債担保であったロック間接税を彼らへ移管して、しまっていた。イギリスは、外債保有者の陳情を受けて、列強各国へ、 共同干渉を打診したたががベルリン会議で2枚舌が暴露されたこともあり1881年12月にオスマンサイム管理局が設立されるまで利害調整は難航した。1882年からイギリスはキプロスの植民地下に着手、ギリシャ系キプロス人とトルコ系キプロス人らを分断した政策を行ったため、ギリシャ系の人々は、ギリシャとトルコ系の人々は、 トルコとの同化を求めていた。1914年11月4日イギリスが第一次世界大戦でトルコが同盟国側で参戦したのを口実にキプロスの併合を宣言し、1925年に直轄植民地とした。戦艦期にはギリシャ系キプロス人が独立を望んで植民地成長を焼き打ちするなどの行為が発生していたが、 パレスチナ委任統治が終了したイギリスは中東戦略の要衝としてキプロスを選んでいたためこれを拒否していた第二次世界大戦後人口の8割を占めるギリシャ系の住民たちがギリシャへの併合を要求したがイギリスはキプロスの統治権を手放す気はなかったしかし1950年1月ギリシャ系であるラルナ95.7%の人々がギリシャとの 統一に賛成した。これを受けたキプロス代表団は、ギリシャ政府へ、国際連合へ提訴するよう訴えたが、イギリスに同調してギリシャは、統一を拒否した。エオカの指導者、ゲオールギウス・グリバス1955年4月、キプロス生まれのギリシャ軍将校、ゲオルギオス・グリバスは、不服従運動を開始。これは後に、キプロス解放民族組織の結成に発展し、 マカリオスはこの動きを黙認した。これらの事態に対し、キプロス問題がギリシャへ有利に進むことを恐れた。イギリスはトルコに対して、キプロスにおいて利害関係があるよう主張させるために働きかけた。1955年9月、ロンドンで英気度三国会議が開催されたが、この会議が行われている最中の9月6日から7日にかけて、イスタンブールとイズミルでハンギリシャ人暴動が、 発生してしまう。暴動は、軌道両国に決定的な亀裂をもたらし、ロンドン会議は、決裂した。イギリスは、キプロスが軍事施設の設営に適し、地中海における戦略的重要地域となっていることに気づいていたが、第二次中東戦争の敗北で、キプロスの部分的放棄を認めざるを得なかった。各国の利害を収めるためにチューリヒとロンドンで、 会議が持たれ、英気の三国政府に加え、キプロスのギリシャ人代表として、マカリオス、トルコ人代表として、ファーズル・キュッチュクラが参加した。この当時、ニコシアで新聞社爆破事件が起きるなど、エオカやトルコ系キプロス人らの武装組織によるテロが激化し、手詰まり感が広がっていたことから、マカリオス大主教は、キプロスの独立を選択した。 その結果、ューリヒロンドン協定が成立し、1960年8月16日をもってキプロスは、イギリス連邦に属する、キプロス共和国として独立したが、憲法が、欠陥、3を抱えたまま制定された上、キプロス正規軍である、キプロス民族防衛隊と、イギリス軍に加え、ギリシャ軍、トルコ軍、国連平和維持軍が駐留することとなった、四 1963年、マカリオスはトルコ系住民の権利を縮小させる憲法修正を提起したが、トルコ政府は拒否し、トルコ系住民もギリシャへの併合へつながるとして強く反発した。さらにテロによってトルコ系国会議員3名が死亡したことで危機感を募らせたトルコ系住民は分離独立を主張しギリシャ系住民との間で激しい武力構想を展開。 1964年、キプロスは内戦状態に陥った。キプロスは1960年8月16日に独立した。憲法では大統領はギリシャ系、副大統領はトルコ系から選出されることが規定されており、初代大統領にはキプロス正教会主座主教であるマカリオス三世が、副大統領にはファーズーチュクが就任した。しかし、 トルコ系住民がキプロスの総人口に占める割合に対して課題とも言える公務員定率を割り当てられたことが問題視された。マカリオスは1963年に憲法修正を行ってトルコ系住民の権利を縮小させることを求めたがトルコ政府はこれを拒否した。さらにテロによってトルコ系国会議員3名が死亡したことと この憲法改正がギリシャへの併合へつながると強く反発したトルコ系住民が分離独立を目指して1964年内戦と化した内戦発生によりトルコ軍の介入とそれに対抗してギリシャ軍が投入される可能性が発生していたそのためアメリカが介入を開始した大統領リンドン・ジョンソンはギリシャの中アメリカ大使に強硬な発言 合を行い、ギリシャの軍事介入を牽制する。一方で、ギリシャ首相ゲオルギオス・パパンドレウに対して、トルコ人の自治州及びトルコ軍の軍事基地を設置することを条件に、キプロスのギリシャへの併合を認める案を提供したが、パパンドレウはこれを拒否した。そのため、国際連合キプロス平和維持軍が派遣され、一時的ながらキプロスは落ち着きを見せた。一時の平穏を得たマカリオスは。 ギリシャへの統一を目指す限りキップロスの内戦が終了しないこと、さらにギリシャに軍事政権が成立し、アメリカの影響力が強まったことなどから、トルコ系住民らと共存するために、独立中道主義を掲げて、エノシス放棄を宣言。さらには、第三世界連帯を訴え、ソ連に接近した。これに対してをカはまかり様子を裏切り者として、政権打倒を公然と主張。 アメリカもキプロスを地中海のキューバと位置づけ、マカリオス政権打倒へと政策をシフトした。この間、キプロスのトルコ系住民を代表する副大統領には病気辞任した旧畜に代わり、独立前からトルコ系自治体の代表を務めてきたラウフデンクタシュが就任している。1973年秋、トラキア西部の少数民族であったムスリム問題とギリシャが 自国の大陸法と定めていたエーゲ海東部の区域に対してトルコが採掘権を主張したことで、軌道間に摩擦が生じ始めた。翌1974年1月、エーゲ海の多ソス島沖で石油、天然ガスが発見され、軌道関係はさらに悪化したが、北、大西洋条約機構の介入により一旦落ち着いた。 ギリシャ軍事政権は1973年7月29日に、すでに名目的な存在となっていた国王、コンスタンティノス2世を廃して、共和制を宣言し、同年11月には、1967年4月の政権樹立以来実質的な最高権力者の座にあった大統領、ゲオルギオス・パパドプロスが、アテネ工科大学でのデモ鎮圧で、 多数の死傷者を出した責任を問われて失脚。フェドン・キジキス新大統領の下で、軍事治安警察長官、ディミトリオス・ヨアニディスが実権を掌握していたが、キプロスに対しては、威嚇的な方針を取っており、マカリオスに圧力をかけていた。マカリオスは、ギリシャ軍事政権が、キプロス情勢を悪化させていると非難し、6、キプロスの軍事組織である、キプロス民族防衛隊から、 ギリシャ人将校の助隊を求めた。これに対しヨアニディスは、軍事政権下で非合法化されている、ギリシャ共産党の党員らが、キプロスで活動していたことをマカリオスが公認していたとして、キプロス政府転覆を計画した。7、1974年7月15日午前9時、ギリシャ軍事政権は、キプロス国防軍の反マカリオス派と連携して、マカリオス政権打倒計画。 暗号名、大統領作戦を開始した。クーデター軍は、大統領官邸、共産主義者の逮捕、新聞社の襲撃などを行い、昼過ぎまでに、首都ニコシア、北部の港町、キレニアなどを制圧した。クーデターが成功したことにより、絵カ幹部で、右翼過激派新聞社の社主であるニコス・サンプソンが、臨時大統領に就任した。マカリオスは一時行方不明になっていたため、 クーデター軍首脳らは、マカリオスの死亡を確信し、クーデター発生とマカリオス死亡のニュースが世界へ、配信された。しかし、このクーデターを予期していたマカリオスは、脱出に成功、南西部のパフホスで声明を発した。クーデターの最中、国連平和持軍は、キプロス国防軍首脳より、内戦問題への介入をしないように通告されていた、ため、手を出すことができなかった。 パフォスでの声明を受け、マカリオスを保護。マカリオスは国連緊急安保理事会の招集を要請した。マカリオスの生存を知ったイギリス軍はマカリオスを基地で保護することを最優先課題とし、イギリス政府は我が国はマカリオスを大統領と認めている、旨の声明を用意した。一方、マカリオスを預かる立場となったイギリス軍基地の副司令官は、 イギリス軍の介入を求めるマカリオスに対し、トルコ軍が介入する危険性を上げて要求を拒否するとともに、マカリオスにイギリスへの亡命を要請した。旧。この間、キプロスではクーデター軍とマカリオス派部隊との戦闘が激化していた。クーデター軍はトルコ軍の介入を回避するため、トルコ系住民居住区への進軍は控えていたが、トルコ系住民らはクーデターが キプロスのギリシャ併合につながるとして、警戒を募らせ、トルコ軍が介入することを期待して、武装を開始した。トルコ政府もクーデターに反発。首相ビュレントエジェビトが7月16日に声明を発表した。マカリオスの要請を受け、国連は緊急安保理事会を招集した。会議では、 ソ連とトルコがギリシャとキプロスのクーデター軍への制裁措置を取ることを主張したがアメリカはキプロスにおける危険な活動を包む要ギリシャ、トルコ、クーデター軍への要請を行ったのみでありクーデター自体を非難することはなかった一方でイギリスはマカリオスがキプロスの大統領でありクーデターの背後にあるギリシャ軍事政権を強く非難したさらに キプロスの国連大使もギリシャ軍事政権とクーデター軍を強く非難したがギリシャ国連大使はこれに介入したことを否定さらにキプロス国連大使が旧政権によって任命された大使であり理事会に出席する資格がないと主張した107月17日マカリオスはイギリスの説得を受け入れ亡命した一方で外交解決の道も模索されておりソ連アメリカ イギリスらが行動を起こしたが、ソ連は中ギリシャ大使がギリシャ大統領キジキスに会見を拒否され、アメリカはキプロスで憲法と人権を尊重するべきであるという要求したのみで、クーデターの批判は行わなかった。イギリスも政府声明としてはギリシャを激しく非難したものの、トルコが要求していた共同軍事介入には触れることがなかった。トルコ首相エジェビトは、 イギリス政府とロンドンで交渉を行い、さらにアメリカのジョーゼフ・ジョン・シスコ政治、担当国務次官も加わって会談が行われたが、トルコの提案をアメリカが拒否したため、会談は失敗に終わった。シスコは、その後ギリシャへ向かい、ギリシャ大統領、キジキスラと問題の解消について会談したが、これも何も生むことはなかった。マカリオスは緊急安保理事会において、 キプロス問題について演説を行ったが、アメリカはキプロスへの軍事介入を行う場合は、拒否権を発動すると通告。もはや国連にも主要国にも、外交解決の手段は残されておらず、トルコ軍の介入は、必死の情勢となった。7月20日、トルコ軍は対キプロス軍事作戦、アティラー作戦を発動した。トルコ海軍はキプロスへ目指して出航。 キプロス領海へ入ったところで一度は U ターンしたものの、再度領海内へ侵入し、キプロス海軍高速戦闘艇2隻を撃沈して、2カ所で上陸作戦を開始した。トルコ空軍も海マイナス4 e がキレニアを爆撃、壊滅的打撃を与えた。11. ニコシアのトルコ系住民、ギリシャ系住民らの間でも衝突が始まっていた。上陸したトルコ軍は、ニコシアへ向かい進撃。 さらに、空挺部隊をニコシア各所へ投入した。この空挺部隊は分散していたトルコ系住民をキレニア地区へ移動させる任務を命令されていた。一方で、ギリシャ軍はキプロスに最も近い基地が存在するロドス島でさえ 500km の距離があったため、航空機による支援ができなかった。ギリシャ軍事政権がマカリオスだ倒の理由としていた共産主義者も分裂した。 クーデター軍によって捕らえられた、ギリシャ系共産主義者らが釈放された上、エオカの説得を受けて、トルコ軍と戦い、トルコ系共産主義者らも、トルコ側について、クーデター軍と戦うという奇妙な状況が発生した。この時、アメリカは、大統領リチャード・ニクソン、国務長官ヘンリー・キッシンジャー、CIA 長官、ウィリアム・コルビーらで会議を行ったが、地中海を担当している。 アメリカ海軍第六艦隊の出動は見送られた。ギリシャ首相、コンスタンディノス・カラマンリス・トルコとの戦争への警戒が強まったギリシャでは国家総動員令が発動され、トルコとの国境であるマリサ川には一触即発の危機が迫っていた。しかし内部で汚職が横行していたギリシャ軍は海戦に必要な体制を整えることができず、12、実際に戦闘を行う。 立場の海軍と空軍も命令を拒否。ついには、トルコ、ブルガリア国境方面を守備する、陸軍第三軍、13が、イオアニディス、キジキスラ政府首脳の辞任を求める事態に至り、ギリシャ軍事政権は、第三軍との交渉とキプロスでの停戦の実現を、最優先課題とせざるを得ない状況に追い込まれた。同時期、アメリカではキッシンジャーを中心とする、 ワシントン特別行動グループがギリシャの事態をどう処理するかについて議論が行われていた。キッシンジャーは国連本部へ出向き、マカリオスと秘密会談を行った。その会談の内容は未だに明らかではないが、会談終了後、キッシンジャーとマカリオスは握手で記者会見に応じた。ここにおいて打つ手をすべて失ったギリシャ軍事政権は、キジキスと軍首の王。 旧政府要員とで会合を持ち、民政員会とコンスタンディノス・カラマンリスの首相任命を決定。7月24日、早朝、亡命先のパリから帰国したカラマンリスは首相就任の宣誓を行い、軍事政権は崩壊した。軍事政権受立前の王政ギリシャにおいて、長年首相を務めたカラマンリスのギリシャ政界復帰は、キプロスにも連鎖反応を示すこととなり、 サンプソン大統領と全閣僚が辞職することとなった。政権を担ったのはわずかに8日間であった。公認にはグラフコス・クレリデスが就任したが、結局、このクーデターによって生まれた政権はどこも承認せず、後押ししたギリシャでさえ承認することはなかった。イギリス外相、ジェームズ・キャラハンギリシャでのカラマンリス政権発足を受け、ジュネーブで英気の三者会談が開催された。 ここでトルコはキプロスを二つに分けて連邦制を導入することを主張したがギリシャは拒否した。イギリス外相ジェームズ・キャラハンは両軍が前線から撤退して空白地帯を形成することを提案。トルコは同意したがギリシャはこれも拒否した。しかし7月30日にギリシャが譲歩して同意した。8月3日、キプロスにおいて国連軍、イギリス軍、ギリシャ軍、 トルコ軍らによる司令官レベルの停戦ライン策定作業が開始されたが、その作業は難航した。さらに、ジュネーブ第二次会議が8月8日から開催されたが、トルコが連邦制の導入を再度主張し、ギリシャがまたも拒否したことで決裂した。8月13日午前2時半、増強されていたトルコ軍は再度攻撃を開始、ギリシャ軍もこれに応戦したが、武器の足りないギリシャ軍は、 圧倒的不利であった。午前8時、トルコ首相、エジェビトは、声明で、トルコ系住民らが差別を受けているために戦うので、あって、キプロス全土を掌握することが目的でない、旨を発表した。これに対し、ギリシャ首相カラマンリスは、キドカンの紛争を解決できないナト o からの脱退を、宣言することで応じた。カラマンリスと、エジェビトが、言葉の応酬を続けている間もトルコ軍は、 猛攻を続けており、北部にいたギリシャ系住民らは南部へ避難した。このため国連では緊急安保理事会が開催されたが、トルコへの避難決議案は採択されず、トルコが停戦違反を続ける場合、より適切な処置を取る可能性があるという曖昧な決議が採択されたに過ぎなかった。そのため、8月16日、ギリシャは国連安保理事会において、 国連軍の出動を要請したが、これはアメリカやトルコも属するイスラム圏諸国の反対により否決された。結局、8月16日午後6時にトルコ軍は軍事活動を停止。キプロスでの戦果は静まることとなった。トルコ軍介入前のキプロスではトルコ系住民地区が分散していたため、トルコ軍が展開できなかった地域ではトルコ系住民が 周囲のギリシャ系住民により虐殺された村もあった。逆に、トルコ系住民に襲撃されたギリシャ系の村もあった。英軍や国連軍に保護された難民もいた。1975年2月13日、北部のトルコ系住民らは、デンクタ州を大統領として、キプロストルコ人連邦国家の樹立を宣言。さらに1983年11月15日には、北。 キプロストルコ共和国を樹立して独立を宣言するが承認したのはトルコだけであった。首都ニコシアの中心部を含めた国土は鉄条網とコンクリート壁、地雷原でできた境界グリーンラインで2つに分断され現在に至っている。対話による問題解決も模索されており、1977年にはマカリオス・デンクタシュ会談、1979年には キプリアヌデンクタッシュ会談により、連邦制への移行が合意されたが、実現することはなかった。2004年、南部のキプロス共和国が EU に加盟し、トルコも EU 加盟への交渉を開始したことから、解決への道が開かれ、2008年4月には、内戦勃発以来封鎖され南北分断の象徴とされていた、ニコシアレドラ通りに検問書が開設され、 死難牧間の往来が可能になった。2010年現在も対話は続いているが、2008年のキプロス共和国大統領選挙で、再統合推進派のデミトリス・フリストフィアスが当選する一方、2010年の北、ありがとうございます。